さあ闇のゲームの始まりだぜ。俺は手札よりシールドセルを生贄に捧げ、俺のセンチネルは覚醒する。さらにカタパルトタートルを召喚するぜ。俺射出アルティメットバーストダイレクトアタック粉砕。やったぜ相棒。相棒さすがに3対1はきついぜ。こうなったらリボルバードラゴンを攻撃表示ファイヤーダイレクトアタック。鼓膜は破けても再生するぜ。城之内くん借りるぜ。人造人間サイコショッカーサイバーエナジーショックダイレクトアタック。トラップカード真実の目。このカードによって敵の位置を暴くぜ。隠れても無駄だぜ。暗黒騎士ガイアスパイラルシェイバーダイレクトアタック。マジックカード強力の壺。のこのことカモが来たぜ。ご隠居の猛毒薬。さらにビッグシールドガードナーを守備表示毒殺。トラップカード発動砂人の大竜巻。さらにブラックホールで吸い寄せカオスポットで攻撃。弓を引くマーメイドでダイレクトアタック撃破。さらに俺は手札よりマジックカード発動増殖。俺は震えるぜ。俺は